リオン師匠の不活リボリー。リオンさん、こんにちは。はい、こんにちは。ついに、始まった待望の新番組、リオン師匠の不活リボリーの第2回です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回の記念すべき第1回はですね、初回のテーマにふさわしいかなということで、レオン各匠が考える釣りの魅力とはということでお話を伺いました。で、レオンさんの幼少期の頃から、現在のこう、まあ、インクス立ち上げから現在に至るまでぐらいまでの、こう、非常に長いスパンで釣りの魅力について伺ったんですけど、約70年スパンでね、お話しさせてもらったんですけど、ね。そうです。大変面白かったんですが、ちょっと久米の方でもうちょっとここが聞きたいなっていうところがございまして、はいはいはい、第2回はちょっとそちらについて伺っていきたいんですけど、もう一深掘りそうなんです、もう一深掘りさせていただきたいということで、多分これはですね、久米だけじゃなくて視聴者の皆さんも聞きたいところだと思うんですけど、なるほど、はい、ズバリですね、リオン各匠がなぜルアーフィッシングに惹かれたのかという点についてぜひ伺えればと思います。ああ、なるほど。はい。わかりました。なぜルアーフィッシングってことなんだけど、これ前回もね、お話ししたのが、結局魚釣りっていうのは、魚取りと違って、非効率性の高い、まあ、効率の悪い、はいはいはい、漁法なんだよね。だって一本の竿で一匹ずつ釣るわけですから。そうですね、量とかと比べたら圧倒的に非効率な。よくよく考えてみたら、そこが楽しくてやってんだよね、釣りをね。で、その延長線上に、そのルアーフィッシングという西洋からスタートした釣り方があって、まあ、なぜ僕がそれに惹かれたかというと、はい。一つはもう、まずかっこいいな、ですよね。おお、なるほど。だって、最初、ご飯粒で釣ってたでしょ、4歳ぐらいの頃は。はい。それから、シマミミズ使って、フナとかいろんなもん釣るようになって、ドバミミズ使って、ウナギとかナマズを釣ったり、こういう楽しさがあったんだけど、そんな釣りを続けていく中で、17歳の時に、広島に、父親の転勤で広島に引っ越ししました。はい。いわゆる中国山脈はい。には、そのイワナとアマゴ、日本海側まで山を越えればヤマメがいるということでね、トラウトがいるのを知ったわけね、僕が。はいはい、なるほど。図鑑でしか見たことなかったのね、ヤマメやアマゴ。大人になってね、阿蘇の近くの川にもたくさんいるんだって知ったんだけど、長崎にいる間はもう夢のまた夢のような魚だったので、まあ、17歳からその夢中になって山へ通って、まあ、当然、ノベザオに、本を買って調べると、ブドウムシがいいよとかミミズがいいよ、あと、チョロ使ったり、クロカムシか使ったりして釣ってました。で、その時点でもすごく楽しかったのよ。はい、絶対楽しいですよね。楽しいし、で、やっぱり景魚美しいですからね。はい。で、そんなある日、家の近くにね、新しい釣具店ができたの。ほう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 。で、そこの店に行くとね、壁にさ、グラスで作ったショートロッド、まあ5フィート前半ぐらいの竿と、最近の方はね、ほとんど見たことないと思うんだけど、スピニングリールにこうカップの蓋がついて、正面にこう穴があって、そこから糸が出てくる、クローズドフェイスというリールがあって、それが飾ってあるのね。で、なんだこれと思ったの、まず。で、壁にそれが展示してあって、同時に、中国山地に住むゴギとか、アマゴの釣れた写真が掲載してあるのよ。まず驚いたの、それがね。あ、それと、ルアーも飾ってあったの。これがどういったね、ものですか？まずスピナーなんだけど、はい。メップスというブランドね。
これ知ってる方は今でも多いと思うんですけど、メップスというブランドのスピナーと、それからダーデブルというスプーン。この2種類がかけてあって。で、もう初めて見たからわけわかんなかったわけよ。ああ、なるほど、なるほど。で、なんだ、これはと。なんだこれはだよね。で、店長にいろいろ、これはどういうもんなんですかって、これ、アマゴイワナ釣れたって書いてありますけど、どこで釣るんですかみたいなことを聞くと、いや、これは普通にトラウト釣るんだったら、西洋じゃ普通なんだよ、これがって、これで釣るんだよって言われて。で、もうとにかくその見た目の、なんだろうな、かっこよさだよね。もう単純に、かっこいいなぁ。もう惹かれた。そもそもさ、僕の17歳って、戦争を知らない子供たち、戦後間もなく生まれた団塊の世代の僕たちは、戦後どっとなだれ込んできたアメリカの文化に痛く刺激された世代なんだよ。ああ、なるほど。ジャズもブルーズもロックも、それからファッションも。まあそんな、だからなおのことだったんだろうけども、とにかく一目惚れね、まずは。で、矢も盾もたまらず、それをすぐ買おうにもそんなにね、アルバイトしてたけどね、17歳だから。で、店長にお願いして、3ヶ月貯金して買うので、僕のために取っといてくださいって無理なお願いをしたら、いい店長でね、わかった、君が欲しいんだったら俺取っといてあげるよって。で、もう週に1回通ってさ、見に行って。見に行かないともう、いやいや、もうあれ欲しい人がいたから売っちゃったよって言われちゃかなわないんで。だって1個しか置いてなかったんだもああ、なるほど。ん。で、もう、なんだかんだで通って、で、3ヶ月経った頃に、まあ見事入手するわけです。で、まあ釣れる場所なんかはね、こういうお話聞いてみると、普段から僕が餌釣りで釣りに行ってたような川ですよ。釣るポイントもその大差ないよ。当たり前だよね、それね。やっぱ魚のいる場所はそいいう。ですね。鯨油が溜まってる場所、釣れる場所ってのは、まあ、ルアーだろうが餌だろうがほぼ変わらないので。まあ、入手してドキドキしながら行きましたよ。いいですね。ワクワクですね。ワクワクなんだけど、釣れる実感ってないじゃん。ああ、そうですよね。これは、ブドウムシと比較して、どうなんだろうと思っちゃいますよね。こんなもんで本当に釣れるのってあるよね。まあ、ルアーのことを知識ゼロではなかったんだよ、僕もね。ルアーでも、海外では釣ってるらしいぐらいの情報なんだよね、僕の17歳の頃って。だから、まあ、まず自信がないのと実感がないまま、店長が教えてくれた釣り方で、源流に行ったので、ね、いきなり。細川の源流だけど、ところどころ、こう、滝の状態になって、いわゆる縁が形成されてるね。で、まあ、まずは何やと思われ、縁で、イワナ釣ってやろうと思って、行ったわけ。で、面白いんだよ、これ。一番自分が自信がある縁へ行って、その縁はね、堰堤の縁なんだよ。自然の、滝の堰堤じゃなくて、コンクリートの堰堤がこう、目の前に、高い壁の堰堤があって、水がカーテンのごとくザーッと落ちてて、落ちた下にが少し深くなってるわけね。あ、掘れて。掘れてくるんでね。で、そこに、スプーンを投げたんだ。ダーデブルの。で、堰堤向かってピュッと投げたら、飛びすぎて、堰堤の壁ね、その水のカーテンを突き破って、堰堤の壁にカーンと当たって、跳ね返ってポチャンと落ちたわけ。おい、いきなり失敗しちゃったよと思って、その糸吹けバーって出てるじゃね。で、それを、糸吹けをこう、取って、糸が張り切った状態の瞬間に、ギョンと持ってかれたの。つまり、ポチャパクで食ってたわけ。カなるーン、くるくるくる、ポチャって、もう、バコーン来てるわけよ。ほど。はい。え、それわかんないよね、糸がこう、そうですね。跳ね返って緩んでるから。で、糸張った瞬間に、もう、ゴーンと来て、
ぶっ細工な話なんだけどさ、でも、カーンと跳ね返って落ちてるものに食ったんだよなってのは理解できるよね、初めてでも。驚いたねって、うわーってびっくりしながら、こう、やりとりしながら寄せたら、まあまあいい動きだった。いきなり。いきなり、30センチまでいかなかったけど、27、8ぐらいの。結構いい動きで、わあ、もうその瞬間頭弾けたね。もう、嬉しいという感情よりも、驚きの方が先に来た。何が起きたんだ的な。いや、マジかと。カーンポチャで釣れるのかと。これって、鉄かステンレスの塊じゃん。ね。そうですね。こんなもので釣れるのかってのを、本当に驚いたね。だからもう、その時点で、その見た目のかっこよさがまず僕にとってのルアーフィッシングの魅力だったんだけど、こんな金属の塊で、文字通りスプーンの切れ端のようなもので、本当に魚が釣れるんだという実感を自分自身が味わわないと、こういうのってわかんないので、味わった瞬間には、もう本当に脳汁吹き出た瞬間。で、さあ、その日はね、イワナばっかりだったの釣れたのが、アマゴ釣りたいじゃない。釣りたいですね。で、今度はね、これ広島県に住んでる人なら知ってる場所なんだけど、聖湖という湖があるのね。聖なる湖だよね、聖湖。聖湖のね、インレットに行って、そこってサバのようなアマゴが釣れるの。いいですね。ゴギと、ゴギというより、あれ、聖湖のやつは普通にイワナなんだろうと思うけど、イワナとアマゴのね、ハイブリッドなのよ、これ。後で知った。イワナとのハイブリッドだから、上から見たときに背中の模様がね、サバのように見えるので。なるほど。そう。それを釣りたくってインレットに行って、今度はね、スプーン巻いても食わなかったの、何にも。で、これは、このメップスのスピナーかなと思って、で、10投目くらいだったから、スピナーをね、キャストして、このスピードなら食うだろうっていうのが、もう10投かなんか投げてたからさ、ある程度こう感覚つかめてるわけね。で、スピナーを、インレットなんで、こう流れがあるわけね、少し。で、今で言うその U 字エフェクトっぽく流れに乗せて、ずーっと巻いてきて、スピナーが目視できるぐらいになった時に、下からこう、魚が影がふわっと襲いかかってくる影が見えて、ポキッとなった瞬間にもう、カタンという衝撃とともに、ひったくられたよね、ジーン。うわ、来たよって、まあ、やりとりしながら寄せたら、これが見事にシャクアップのアマゴですよ。まあ、シャクアップってべらぼうの大きくはなかった。31、2センチなんだ。それでもね、ルアーで釣った初めてのそのシャクアップですよ。これも震えてさ。バイトも丸見えで。そう。で、そのイワナ、1匹目のイワナと1匹目のアマゴを釣るまでは、まだ根性なしだからさ、餌の道具と両方持って行ってたんだよ。なるほど、保険をかけるよ。釣りたい一心だよね、やっぱりね。ところが、そのアマゴの30オーバーをキャッチしてからだな。もう、これは、餌竿を持っていくような段階じゃないと。これは本気でやり込んで、もっと上手になってやろうと思った瞬間だったね。そのスピナーで釣った一匹目が。そこで、こう、転機というか、スイッチが入るというか、切り替わるわけでスイッすチね。入った瞬間だよね。で、その1匹でもう、これはとなって、続けてスピナー巻くんだけど、そう簡単に2匹目、3匹目が釣れないわけ。で、これは今日はここに1匹しかいないか、もしくはルアーに反応するのはこの1匹かなっていう感じで、インレットの反対側に、岸側に移動して、今度スプーンで、ひょっとしたら深いとこにいるのかなって感じで、ディープ、ブレイクの下までスプーンを落として、巻き上げてきたらね、超絶ビッグヒットがあったのよ。
おほほほほ。ドスッと来て、うんってなるの。わ、これ化け物級来たか。で、もうドラゴジージー言わされて、押されて、でも全く寄ってこないのよ。で、ビビってね、うわ、これは大変だと思ったら、どれくらいかな、20メーターくらい横にさ、お二人、エラブナ釣り師さんがおられて、僕のそのやりとりに気がついてね、網持ってきてくれたの。おお、優しい。うん、お前それで改造頑張れみたいな感じで。で、必死でもう、マナコ釣り上げて、やってたら、真っ黒な魚体がぬーっと見えるの。でかいナマズだったのよ。こんなでかいナマズだった。それは引きますね。で、ヘラシさんたちも大笑いだったんだけど、でも、ヘラシさんの方が先に口に出したんだけど、僕も同じ思いだったんだけど、ルアーでナマズって釣れるんだっていああ、そうか、そうか。なるほど。う。ああ、そうか、そうかだよ、本当に。これがなかなかね、ショックというか、また一つその、ルアーに惹かれた瞬間でもあるよね。だって子供の頃にせっせとナマズ釣りしてたんだから、少年時代に。だから、ナマズだって嬉しいわけだし、80センチ近いようなでっかいナマズ釣ったことなかったんだよ、子供の頃。化け物クラスのサイズなんだよね。ということでね、僕の、ルアー釣りの初期の頃っていうのは、そういう経験を幸運にも立て続けに1回目、2回目ぐらいでさせてもらったわけね。で、そこからどっぷりハマることになるんだけど、まあ、それ以降はもうただひたすらに夢中になって、もうお休みのたびに、毎週毎週、ね、釣りへ出かけることになるんだけど、今振り返ってね、なぜ僕があれほどルアーに夢中になったのか、と言われれば、問われれば、もう最初に言ったように、まず道具がかっこいい。それから餌釣りと違って、キャストした時にそのルアーが美しく飛んでいくじゃん。スパーああ、なるほど。そうですね。って。もう、はるかに3倍、4倍先まで飛んでいくじゃん、投げたら。その気持ちよさと、金属の破片や、もうスピナーのように、なんだかこう、針金よじって、それにちっちゃいブレードつけて、トリプルフックがついて、くるくる回るだけのもの。で、ボコボコに釣れるわけさ。これに痺れた。ね。だからなもるほど。う、何が魅力ってもう、ズバリそのものだよね。そこに惹かれたのと、あとそうだね。思わぬ獲物が釣れるってのがあるね。ああ、想定外の。そう。だから餌釣りで、その聖コでもさ、餌釣りでやってて、ヘラブナは釣れたことがないし、鯉もそんなに釣れたことないんだよ。アマゴ釣ろうと思ったらアマゴだったし、ケイに降りてイワナ釣ろうと思ったらイワナだったのに、その聖コのナマズ以降を振り返るとね、鯉も何回も食ってんだよね。これはね、スプーンの方で食ってきてる。で、マブナもね、スピナーで釣れたり、スプーンで釣れたり。それから、これは餌釣りでも釣れたな。婚姻色の出たオスの立派なオイカワとか。おお、いいですね。これがね、案外、餌釣りよりもスピナーの方が、でかいのが来る。それもね、どんどんルアーフィッシングの深みへはまっていく。大きな要素だった気がするね。まずはその辺だね。まあそんな時代が何年か続くんだけど、どれぐらいなんだろうな。17、18ぐらいからルアーにはまって、はっきりとした記憶がね、僕の中に薄いんだけど、25、6だったかな。だから、その初めてルアーに親しんでから、もう7、8年過ぎた頃に、海の魚釣りたくなってきたのよ。お、ついにソルト編に行くわけですそう。ある日、ふと思ったのよ。ね。これ、スプーンとかスピナー入れたらどうなるんだろ
おー、なるほど。そう。で、広島県内の、橋でつながってる島に行はい。ってやってみると、カサゴなんてさ、めっちゃ釣れるんだよ。おほほほほほ。スプーンやスピナーでね、ゴロタ海岸に行って、で、スプーンは割とこう引っかかりやすいんだけど、スピナーってゴロタのところへ投げて沈めて、ゴロタ石をこう、ちょろんちょろんとかすべるようにこう引いてくると、うんうんうん。ムラソイとかカサゴが飛びついてくるんだね。ベラも食ってくんだよね。はい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 。で、フグも食ってくんだよね。オールスターですね。そう。うんそこでまたもう一段階深くハマっちゃったよね。つまり何を言いたいかと、質問に変えると、僕にとってルアーフィッシングの魅力とは何か。まず非常に見た目のかっこよさ、それからキャストするということの楽しさ、それからその金属の破片やくりくり回るようなもので、いろんな魚が釣れるというその意外性と驚きです。うんうんうん。これに痛くはまったね。で、そこでもう一つ、まあ、せっかくのテーマなんで僕が言いたいのが、そうは言っても餌釣りの方がよく釣れるよねっていうのがあるよね。はい。思わない気分で、そういうふうに。ありますね。なんか数を狙うんだったら餌を落とした方が早くない？みたいな。そう。さすがにね、ルアーやって、もうその時点で7、8年経過してて、海でも釣るようになったので、海である程度2年ぐらい釣り込んでみると、まあ一つ分かってくるのが、やっぱりね、メバルなんかはね、餌釣りの方がよく釣れます。当時は。もう、延べ竿に探りの方がもう圧倒的に数釣れた。だから、それは分かってて、やっぱりどんどんルアーに深く傾注していくことになるのね。で、そこに何があるのかと言われれば、第1回目でお話ししたようにね、魚釣りって魚取りより効率悪いよね。で、餌釣りとルアーフィッシングというところで比較すると、さらにもう一段階効率悪くなるんだよね。確かに。いやいや、そんなことないよっていう人もいるかもしれない。それは僕長くもルアーやってるからわかる。ルアーが強い時もたくさんある。あるんだけど、一般的にその港湾部から、魚を釣ろうとしたときに、やっぱ効率1段階下がるんだよ、1回。理解できるまで。だから、さらにここで僕はもう1段階効率の悪いことに惹かれたわけ。だよね。だから本当にね、また改めてこのお話すると、魚釣りって単純に効率求めるもんじゃないな。たくさん釣れればいいもんじゃないなっていうのが、ルアーに深くはまればはまるほど、例えば、メバルもルアーで結構釣れるよねって分かってきて、上手になるとどんどん釣れるようになります。そうするとね、さらに効率悪いことしたくなるんだよ。なるほど。それは未だに変わらないよね、僕ね。例えば5センチのルアーでメバルが釣れたら、じゃあ10センチのルアーで釣ったらどうなるのっていう。で、10センチのプラグでメバル釣ったなんてのは、そこからまたずっと20年くらい後の話になっちゃうんだけど、ルアーフィッシングの中に見出したその魅力っていうのは、意外性ですよ、一番大きいのは。こんなものでも釣れるんだということの中には、ルアーの種類、形、大きさ、色も加わってくるよね。そうですね。年代をずっと後ろにずらしてお話しすると、ブラックバスが結構いるんだよと、山口の伊沢に行くと。まだ釣ってる人がほぼいなかった時代ですよ。ここで僕はトップウォータープラグなるものを覚えちゃうわけだ。おー、なるそのほ時ど。代には。例えばビッグバド、クレイジークローラーだとか。名作シリーズですね。そうそうそう。トップでさ、水面をこうパッタンコパッタンコパッタンコ、あるいは ビッグバドだったらカランコロンケホコロンって大きな音するよね。そうするとガバーンって音立てて襲ってくるじゃない、魚が。
はい。あの衝撃っちゃたまらなかったよね。で、それをじゃあ海に持ち込んだらどうなるのってどん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 なっていくわけね。で、ましてそのメバルという小魚に対して、確かにスピナースプーンという小さいルアーだと、もう自分が狙った通りにメバルが釣れるのは分かってんだけど、特に大きなルアー持ち込んだらどうなるの？結構でかいルアーでも釣れちゃう。同時にその頃にはもう日本にもバスのトーナメントシーンが出現するわけですよ。プロのバサーの人たちが活躍する時代に入ってくるわけ。同時にね、ワームが輸入され出したわけね、どんどん。ああ、なるほど。そのタイミングでいろいそう。ろ入ってくるわけですね。で、お店にもどんどんそういうのが並ぶようになったの、ショップには。そうすると、ワームにはいろんなカラーがあるじゃない。特に僕が、そういう変態君だから、変わったものを使いたくなるんだよね。当時のね、ちょっとね、ブランドを忘れちゃったけど、ピンクのワームがあったの。ショッキングピンク的なピンクですか？ショッキング、当時はショッキングピンクって言ってなかったな。バブルガムピンクだな。ああ、派手めな。そうそう、マットな、ツヤツヤしてないね。マットな、ツヤ消しのようなピンクのワーム。でっかいのよ、それもね。どんなんだろう。20センチ以上あるような。10インチだろう、多分ね、今で言う。8インチ、10インチぐらいのワーム。こんなドピンクのさ、もので本当に釣れるんかいなと思うじゃん。で、僕が最初に買ったバブルガムピンクのワームってフローティングなんだよ。フローティング。それにオフセットフックを刺して、ノーシンカーでワームの重さだけで、パッチの上、水草の上に投げたり、ちょっとした用水路から出てきたお水のところに、ゴミがバーッと浮いてるようなところへ、そのゴミの上を放って、ゴミの上をずる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 引っ張ってくると、まあ今でいうフロックの釣りだよね、フロッグの。で、そのピンクのワームゴソゴソ動かしてたら、ポコーンと割れて下からバスがついてくる。まあそんなのを体験しながら、じゃあ海でどうなるんだろうって思いつつ、メバルどうなんだろうって。そこでそのバブルガムピンクの太さが小指より太いぐらいのワームだね。薬指ぐらいの太さかな、ワームが。これを7センチぐらいに切って、カッターで縦に裂くわけ。今で言う、ネバリングとかアジング用のワームの太さくらいにするわけさ。自分で切って揃えてってことですね。立ってないもん、そんなライトゲートのワームそうでは。すよね。これで釣れるだろう。で、早速釣りに行くと、このね、ドピンクのワーム見事に当たった。で、あえて効率の悪いところに、その魅力を感じて、そこにチャレンジすると、思っても見なかったような、その爆釣が味わえるわけね。で、その頃にはまだ、賀来さんメバル釣り連れてってとか、おい賀来一緒に行こうやっていう友達も多少はいたのね。で、彼ら餌釣りなわけさ。おお、で、なるほそど。の横で僕がバブルガムピンクのワームで釣り勝つわけ。ダブルスコアぐらいで。まあ、非効率を追求したはずが、結局効率良かったって場面もあるっていうのが分かってきたんですね。餌なりの強さ、ルアーなりの強さ。餌の方が絶対有利だと思ってたのに、ルアーの方が圧倒的に有利な場面もちゃんとあるじゃないかっていうことを覚えていくと、もう離れられないよね、ルアー普通だから。もうそれが25歳から35歳ぐらいにかけての話を今、パンパンパンとすっ飛ばして話してんだけどね。僕がルアーフィッシングに大きな魅力を感じて、どっぷりルアー人生を歩むことになった、最初のエピソードが、そんな感じだと思ってください。
まあ、かようにその僕がルアーフィッシングに感じた魅力っていうのは、まあ、まず意外性、ね、それからスタイリッシュさなんだけど、じゃあみんながみんなそうなってもおかしくないのにならないじゃない。やっぱり餌釣りは餌釣りの楽しさがあって、餌釣りを何十年も楽しまれてる方もたくさんいますよね。じゃあ僕はなんでルアーにって言ったら、単純にそのスタイリッシュだから、意外性だから、驚きだから、だけじゃないんだね、よく考えてみると。これ非常に後付け的なことになるんですけど、その時にそれを感じてたかって言ったら、決してそうじゃないんだけど、もうね、振り返って考えると、あ、そういうことだったんだなと思い当たる節があるので、ちょっとここを例もね、今回お話ししておきたいのが、僕自身が持って生まれたその本能に帰属するようなことがあって、それが、それあればこそ、結局餌釣りをほとんどしなくなっちゃって、ルアーに行っちゃってんだろうなと、自分で改めて思うの。何でしょう。それは何かというとね、動物で、じゃない？我々も。で、人間、人類って、群れをなす動物だよね。そうですね。これは、猿もそうだし、犬もそうだよね。で、猫はそうじゃないよね。そうですね、家族単位ぐらいで、群れをはなさないよね。これ群れをなす動物の、ある種のこう、不文律みたいなものがあって、役割背負って生まれてくるのよ。群れにおける役割ってことですね。で、もう、戦う役目を背負って生まれてきたやつ。それから、まあ、ある種、僕ら釣り人のように、獲物を取ってくるために生まれついたようなやついるよね。で、そうじゃなくて、獲物を取る道具を作るのに、長けた、才能を持って生まれてくる人いるよね。で、女性だったら、料理に才能を持って生まれたとか、あるじゃない。で、群れの動物って必ず役割があって、僕は多分獲物を取ってくる係のような、生まれついてんだろうけど、ちょっとそこが違ったのよ。本格的に獲物を取ってくることに喜びを感じるように生まれてたら、漁師になっちゃうよね。そうですね。思わない？だから確かに分類で言うなら、その獲物を捕まえてくるのが上手、獲物の捕まえ方を思いつくのが、に長けてたっていう部分があるかもしれないけど、そうじゃなくて、なんだろうな、面白がり屋なんだよね、結局。何回も言うけど、意外性と驚きが根っこにあるのに惹かれちゃって、その餌釣りをしなくなった原因が何なのかって自分で考えたら、獲物を取る係としてね、不真面目に生まれついてんだよ、俺、きっと。だって効率の悪い方向へ行っちゃうんだもん。そうくるですと、ね。おかし生きいよね。残るっていうことだけで考えたら、非効率の方いかないですもんね。いかないよね。そうで性すね。質の問題だよね、きっと、ルアーの。だから、今日さ、今回のテーマで最後に言いたいのは、ルアーにどっぷりハマるやつと、餌釣りなり、もしくは漁師さんになるなりの男のタイプ、人のタイプは違うんだなって、この年になってつくづく思います。だから、獲物を取る係としては非常に不真面目で、たくさん取ることよりも、取り方の面白さ、遊びの方向に強くこう惹かれる傾向がある釣り人で、それが原因でルアーにはまっちゃったっていうのが、今日のお題に対する最終的な答えです。その組み合わせになってしまうと、もう抜け出せないですね。抜け出せないですね。面白くてしょうありがとうございます。がない。第2回も大変面白いお話を伺えてよかったです。視聴者の皆様、ぜひコメント欄にですね、この動画の感想とか、またレオン師匠に聞きたい質問などもぜひぜひ投稿していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、レオン師匠、今日もありがとうございましはい、た。ありがとうございました。